今日田市の、三隈川ですね。三隈川の、北温泉に近いところに来ています。今からちょっと星を取りに出かけるんだけど、その前にちょっと好きな場所なんで立ち寄りに来ました。まあ、とっても素敵な場所なんだけど、まあ、何が素敵かっていうのはもうちょっと歩いたらわかります。はい、もうそろそろ見えてくるかな。はい、見えてきました。あ、綺麗だな、やっぱ。すごい綺麗。あんまり温泉の明かりがついてないな。まあ平日だからなのかな。川沿いに街灯がついてて、まあそれの光が川に反射してる、リフレクションになってる。まあそんな感じですかね。とても綺麗なんですよね。温泉旅館の光が少ないな。今時のせいなんかね。まあ平日だからっていうのもあるけど、もしご時世柄だとしたらちょっと寂しいですね。応援していかないとね。そしてちょっと星を撮るために感度を上げました。かなり綺麗に写ってると思います。で、上にカメラを上げていくと、オリオン座が写ってます。ちょっと雲が出てるけど、写真も撮ってみようと思います。はい、ちなみにここにはカッパくんの像があります。はい、機材のセッティングが終わりました。特殊なセッティングをしてるんですが、機械が見えるかな。角型のフィルターを2枚使ってます。星を強調するソフトフィルターと、光を、減らす ND フィルターっていうやつですね。それを2枚つけてます。で、それはなんでかっていうと、ソフトフィルターは半分だけ、この場合だと上半分、星の部分だけ、星が強調される。まあ強調というか、実際見てる見た目に近くなる。今デジタルカメラって高性能だから、フィルター使わないで撮ったらほんの小さな点にしか映らない、高精細すぎて。だから見た目に近くしてやるのがソフトフィルターなんだけど、それの、見た風景全部をぼやかすんじゃなくて、まあ、自分で調整するんだけど、空の部分だけ、光を拡散させるソフトフィルターですね。この角型のハーフのソフトフィルターっていうのは。で、もう一枚がハーフの ND フィルター、っていうのは、空は明るくしないと星が映らない。でも、ここの人工光、この明るい景色ってのは、そのまま一緒に撮ると、もう明るさが爆発するというか、もう白飛びしちゃうんで、空は明るく、この人工的な景色は暗く撮るっていう風なセッティングですね、にしています。まあ、これでちょっと撮ってみたいと思います。はい、じゃあこれで撮ってみます。オリオン座にちょっと雲がかかってるけど、こんな感じで街の明かりと星が両方撮れるというようなセッティングです。ここも素敵な場所なので、ぜひ訪れてみてください。まあ、ここというか下ですね。下市はとっても綺麗な街です。歴史もあるし、まあ、ゆっくり時間のある時に歩いてみてくださいね。はい、カッパ君ありがとうございました。